皆さんこんにちは、しほです。今日は業務スーパー購入品で2日間の夜ご飯を記録したので、そちらを紹介していきたいと思います。業務スーパー購入品の後もうほぼ業務スーパーのものを使って、朝昼あとは、まあ、特に夜がしっかり料理するので、今回は夜ご飯を2日分記録したので、ぜひ気になる方は最後まで見ていただけると嬉しいです。それではスタート。はい、ではご飯を作っていきたいと思います。はい、ということで今回もアフレコ付きでやっていきたいと思います。まずはね、お湯を沸かします。なんか大体私はスープを先に作ることが多いですね。使う食材を冷蔵庫からざっと出していきます。今回はタケノコ、そして切ってあった長ネギ、そしてもやし、で卵を割って溶いておきます。で鶏ガラを入れて簡単な中華スープにしました。でね、味がちょっと薄いなと思ったので、醤油もね気持ち足して、最後に卵をふわっと入れてちょっとねこうほぐしてあげたら完成です。そしたらフライパンを用意します。でレンコン、これはね業務スーパーで買ったものではないんですけども、あったのでこちらを使っていきたいと思います。このねレンコンを使った料理何が食べたいって聞くと、大体夫がレンコンのはさみ揚げというリクエストが多いので、レンコンのはさみ揚げにしました。とってもね美味しいですし、私も好きなので、よく作るものになります。前過去に一回動画にしたような気がします。多分これのレンコンバージョンだったと思いますし、竹バージョンもよくやるんですけど、美味しいので好きですね。でレンコンをこんな感じで切っていきます。ちょっと今回浅く切りすぎたかなと思ったんですけど、レンコン自体がすごいしっとりしていて、硬くないレンコンだったのでちょうどいいぐらいの厚さでした。でひき肉を用意して、このえのきと長ネギを細かく切ってかさ増しします。この業務スーパーで買ったこのジャンツォンジャンを使いたいと思います。実はもう買ってすぐにもう食べてみてすっごく美味しくて、もうこれぐらい減っちゃってます。スプーン1杯ぐらい入れます。こちらのね買ったジャンツォンジャンを入れて味付けをしていきました。であと片栗粉を入れてしっかり粘り気が出るまでよく揉み込みます。ジャンツォンジャンがすっごく美味しくて、本当はいいのかわかんないんですけど、これだけスプーンですくってペロって舐めたり したくなるぐらい本当に美味しいです。でレンコンを並べて片栗粉をパパーっと振りかけます。でそこに作った種ですね、種を乗せてレンコンで挟んでいきます。で余った分は鶏団子にして、次の日ねお昼だったり朝ごはんに食べればいいなと思って作っておきます。で買った貝割れを切って、なんかちょうどいい感じに添えておきます。で余った分はタッパーに入れます。でこちらのカーブも今回買ったものではないんですけども、家にあったものなので、カーブの葉っぱもしっかり使って、カーブも使ってのサラダを作っていきます。
レンコンの挟み揚げ用のタレをセットしておきます。で、今回は揚げ焼きにするので軽くサラダ油を敷いておきます。温度を180度に設定して温まるまで、その間はカブを切っています。で、今回揚げ物を次の日もしようと思っているので、今回使った油は捨てずに取っておこうと思います。ちょうどね、180度になった合図がしたので、レンコンを揚げ焼きしていきます。で、先日購入した100均のオイルスクリーンを使ってみました。結構しっかり油跳ねをね、カバーしてくれたので、あの油揚げ物をした後のね、掃除って大変なんですけども、あのいつもよりは軽減されたなと感じました。で、ちょっと焦げちゃったんですけども、レンコンね、こうくるっとひっくり返していきます。今、アフレコをね、撮っている今でも、もうなんかお腹がグーッとなるような油のね、いい音がしますね。こちらの味付け用のフライパンに移していきます。で、鶏団子は先にね、味がついたのでタッパーに入れて明日食べるように取っておきます。はい、とってもいい色です。すごくお腹が空くような感じの、とても綺麗な色に仕上がりました。そして先ほどのカブにもこのジャンツォンザンと醤油を入れて和えて、で、貝割れ余ったものも入れてカブと貝割れのサラダを作りました。はい、夕ご飯完成いたしました。今日は昨日買ったひき肉と家にあったレンコンを使ったレンコンの挟み揚げと、家にあったカブと貝割れ大根、あとトマトを添えた、業務スーパーで買った生姜のやつ、ジャンツォンジャンだったかな、を使った自家製ドレッシングのサラダと、卵と買ったタケノコの水煮、あとはもやし、あとなんか入れたっけ、あとおネギかを入れた、卵スープに上にカブの葉っぱとブラックペッパーを乗せています。あとは買ったみかんです。はい、1日目はこんな感じのご飯でした。はい、では今日もご飯作っていきます。今日はちょっと先にお風呂に入っちゃいました。では今日はうどんにするので、まずはうどんの汁から作ります。はい、2日目やっていきます。この日はうどんにしたいなと思って、ネギをね、切っています。スープにね、ネギたっぷり入れて食べたいなと思ったので大量に切りました。そしてキムチも使うので、キムチもね、食べやすい大きさに細かく切っておきます。で、だしに冷凍の人参、シーフードミックスを入れてスープを作ります。で、グツグツしてきたらキムチも投入します。そしてネギも入れちゃいます。海鮮の出汁が出ていて美味しいスープになりました。そして水菜も買ってあったので水菜を切っていきます。業務スーパーの冷凍ポテトをね、使って素揚げをしていきます。こちらの油は昨日使ったもの、そのまま取っておいたものを使っています。で、素揚げしている間にきゅうりも切っていきます。だんだんね、いい感じに色がついてきましたね。これもとってもいい香りがして、いい音もして、お腹がね、すく音ですね。ポテト全体がね、いい感じの色になったら引き上げて油を少し切ります。
で、こちらも買った冷凍のアスパラを使って、今回は肉巻きにしていきます。結構細身のアスパラではあるんですけども、2本重ねてね、豚バラ肉を巻こうかなと思ったんですが、なんかちょっとバランスが難しかったので、私は全部1本に巻いてアスパラの豚バラ肉巻きを作っていきました。こんなね、たくさん出来上がりましたね。で、こちらをまあ、本当フライパンで焼けばいいんですけど、まあ、油があったので揚げ焼きにして、しっかりね、油を落として、今回は、アスパラの肉巻きを作っていきました。で、盛り付けたらブラックペッパーと塩をね、少しかけて、柚子胡椒を添えて、ちょっと味のアクセントになるようにしました。で、サラダですね。サラダは水菜にきゅうり、そこにツナ缶を入れて塩胡椒で少し味を整えたら完成です。はい、今日はおうどんにしました、冷凍のシーフードを使った、まあ、この間鍋やったののやつの鍋を紹介したんですけど、それのうどん版みたいな感じです。で、アスパラにちょっと柚子胡椒を添えてるんですけど、アスパラの豚バラ肉巻きと、こちらのポテトを素揚げしました。すごい美味しいっていうのが書かれてた、美味しいっていうのを何かで知って、今回は素揚げにしたのと、水菜ときゅうりとツナで和えたサラダです。今日の夕ご飯です。はい、これはね、ちょっと別日に作ったものなんですけども、ジャンツォンジャンを使ったレシピが知りたいですっていうのをいただいていたので、ちょっとご紹介したいなと思います。きゅうりをこんな感じにね、切っていきます。で、今回私きゅうり1本でやったんですけど、2本でもね、ちょっと良かったかなと思ったものになります。で、先ほどね、戻しておいた大根、切り干し大根にきゅうりをあえて、ジャンツォンジャンを、私ちょっと結構もりもりに入れちゃったんですけど、辛いの苦手な方は小さいスプーン1杯分ぐらいでいいと思います。これに中華だしをさっと入れて、あとはごま油と、あと塩コショウで少し味を整えたら、切り干し大根ときゅうりの和え物の完成です。はい、ということで今回は業務スーパー購入品での夜ご飯2日間分をご紹介しました。普通に購入品の動画と作業の動画と今回の料理の動画でもう3本立てになっていて、かなり業務スーパーでいろいろちょっと紹介させてもらいました。で、たくさんね、皆さんからこれおすすめだよっていうのもいただいているので、またすぐ業務スーパーには行きたいなと思っております。こうやって定期的に毎回行くたびに動画にはできるかわからないですけども、今回はたくさん買おうっていう時とかには動画にしていきたいなと思っています。ということで今日も見ていただきありがとうございました。それではバイバーイ。Christmas run is the most tired chore.